さて、もうそろそろ回復したから。ちょっと一回、じゃあ、キリト君。完成させよう。ね。もうチェスいいから。もう楽しさ、だいぶ回復したでしょ。ね。そしたら、絵を描き上げて、トイレ行って、みたいなね。みんなサークル入ってんな。キャンディーもね、ダンスサークルみたいに入ってたもんね。ん？これもう駆け上げた。まだ終わってないね。あの人トイレで何喋ってんの？独り言やん。よし、あ、終わった？終わったら売ってすぐ。本当にもう行かなくちゃ。遊んでくれてありがとう。またね。はい、ありがとうね。来てくれてね。欲求はまあまあ満たされてるけど、まあ空腹かな。ご飯食べよっかね。いやー、まだ早いか。さっき食ったばっかな気がすんな。もう一枚ぐらい絵描けんじゃないの、キリト君。ポップアートとかたまに描いてみたらね。いつも自信がある絵しか描いてないけど。サムサー、じゃあ頑張って、でかい絵ね。お、書き上がりましたね。この絵結構好きだな。でも430円しかしねえんだ。あ、売っちゃっていいや。そしたらちょっと疲れたんでご飯食べようか。残り物を取る。で、ここでちょっと眠いからちょっと居眠りしよう。で、夜はちゃんと寝ようね。ちょっと一旦ちょっと軽く回復させといて ね、ご飯みんなちゃんと喧嘩しないで順番に食べな。いくらでもあるから。お前また何立って食ってんの。もう座って食えよ。まあこの家にもだからソファーとか欲しいね。ちょっとベッドが飯食う部屋と同じ部屋にあるのが問題ですね。絶対あそこに座って食うもんね。まあとりあえず、あ、ちょっとさ、それ食い終わったらちょっと寝る前にちょっと餌足してほしいな。補充して、でそこから居眠りしようね。あ、食ってる間に入れに行った。はい、最近はちゃんと猫たちも食ってくれるようになったね。なんか腐っちゃってね、処分する羽目になってたけど、最近はみんな食ってくれるからよかったね、キリト君。うん、そうですか。皿かたせ。暖炉の上に置くな、お前は。まあ、俺も人のこと言えねえからな。しゃあねえけど、俺どんぐらい回復すんだい？はい。だいぶ回復したね。まあでも、時間的にちょうどいいんじゃない？あ、ちゃんと片してんじゃん。えらい。シュルレアリズム。よし、じゃあ大きなシュールレアリズム絵画を描いてください。他なんか下がってるのもあるかな。特にないね。そしたらちゃんとね、0時ぐらいに寝れば7時か8時ぐらいに起きれるんじゃなかろうかと思ってるんでね。うん、それ描き上げたらじゃあもう寝ようか。はい、描き上がったね。そしたら、これはコレクターに売ってしまって、お、いい金になったね。でも、あとは、ちょうど0時回ったから寝よう。もうね。あ、ちょ、キャンディー来てんじゃん。なんだよ、タイミング悪いな。今日は寝ようと思ったのに。
キャンディーは今どこにいんの？今来てるとこなの。あー、いた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 。あ、ようこそ。センシビキネキュスワースパギタラタブファンドビブカラ。お、なんで、ね、いきなり誘惑的になったじゃん。そうそう。へぇー。ダウンインシューシャーリブッツバディアラエネズーキキサオークラバ抱きしめるからいけるか。なんか、なんか、お前何しに来てんだよ。今お前来るタイミングじゃねえだろ。なんだよ、お前タイミング悪いな。いいよ、入れよ。まあ、めちゃくちゃタイミング悪いな。まあ、キャンディーもだけどね、もう寝ようと思ってたのに。あれ？どうした？招待したら。招待していいよ。勝手に寝ようとしたな、今。いやー、お前クソタイミング悪いわ。ふざけやがって。キスしようぜ。見せつけてやろうぜ、マーカスによ。ヒュー。な、ガッツポーズしてんだ、あいつ。おもろ。マーカス、拒否られてんじゃん、お前。そりゃそうよ。タイミング悪いもん。これダメ？まだ交際申し込んでもダメ？まだ いけない？どう？なんでお前猫と話してんだよ。あいつ何？あ、グラス洗ってんのか。お、ちょっと、ちょ、お前、まだねんな、まだねんな、まだねんな。ちょ、キャンディー、交際を申し込むはダメだ、失敗したの、今。たまに命令を受け付けないときあるからな。おおお。何それ？え、あ、何？付き合うことになりましたってインスタにあげたのあれ。うざー。そんなやつやだな。絶対やりたくねえな俺は。ちょ、キリト君なんかトイレ行ったら、なんかちょっとトイレ行きたそうだし。マーカス完全放置してるぜ。もういないものとして扱っていいかな、マーカスはね、今はね。楽しさ下がってんな。でももう寝るしかないよな。でね、その恋愛度が上がるとね、あのうふふという行為をできるようになるんだけども、それね、ちょっと大きいベッドがないとできないんですね。つうわけでキリト君、ちょっと一旦ね、大きいベッド買おうぜ。ああ、ありがとうね。大きいベッド買うか。ちょっとよし、じゃあキリト君もう寝よう。マーカスほったらかして。いやー、そっか、そろそろ大きいベッド必要だね。ということはそろそろ部屋を拡張する必要あるかな。うん、じゃあちょっと次回と思ったけど今やっちゃおうかな。多分動画のタイミング的にこれちょうど拡張して、はい拡張しました、
これが新しいキリトハウスだだって見せて終わるのがまでがちょうどいいんじゃないかなと時間的には思ってるんで、じゃあ今から部屋を拡張しちゃおうかな。キリトくんが寝てる間に。はい、じゃあちょっと広くしましたね。うん、まあ本当に寝室を追加しただけなんですよ本当にね。うん、でベッドを大きくしたね。うん、でもあんまりお金減ってないね。うん、まあ本当に家具はソファーと、テーブルと、あと外のテーブルにも椅子を1個追加したね。うん、であとはまあベッドだね。うん、それ以外に追加したもんはないかな。うん、っていう感じなんですよね。まあだいぶ広くなったんじゃなかろうかね。まあこれでウフフもできるし、まあキリト君も快適に寝れるでしょうね。今までリビングで寝てたんだから、まあ鳥沢もリビングで寝てますけどね。うん、マカスさ、そろそろ帰ってくんねえかな。キリト君寝たいんだけど、寝てるけどね。勝手に飯食ってやがんな。ちょっと待って、それ何？キリト君が自分用に作った BLT サンドじゃん。お前ふざけんなよ。何勝手に食ってんだよ。人んちの飯勝手に食うやついる？まあ、キリト君もケイコんちの飯勝手に食ったか、そういえば。ケーキとか勝手に食ってたな。うん、じゃあしょうがねえや。じゃあマーカスまだいますけども、キリト君寝ちゃったんでね、じゃあ今日はこの辺で多分ちょうどいいと思うんだけどな。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。